東京学芸大学の高橋でございます。クラウド活用を前提としたギガスクール構想における実践についてお話ししたいと思います。クラウド活用が前提の、安価な PC が全国に整備されることになっております。このように考えますと、従来とはやはり実践の考え方も変えていかなきゃいけないというふうに思います。で、クラウドっていうのは一体何なのかっていうことでですね、我々全国の先生方、小中高の先生方400人弱にアンケートを取りました。先生方のイメージは、ウェブのメールであるとか、教諭フォルダーに保存していく、保管していくっていうイメージがあるようなんですが、実際にですね、クラウドらしい活用というのは、もっともっと違うところにありまして、データの共有とか、共同編集とか、スケジュールとかカレンダーの共有とか、そういったところにあります。このように考えますとですね、こういった活用をまず先生から体験してみないとですね、子どもに実践をしていくっていうのがなかなか難しいんじゃないのかなというふうに思います。少しこうイメージになりますが、我々の研究室でですね、教育実習の反省を、こういうふうにこうドキュメントで書いてみるということをやってみました。これを見ますとですね、4人で同時に編集をしていることになります。皆さんこう一緒、同時に書くことができますし、保存っていうことも必要ありません。で、さらにですね、こういった文章にですね、コメントをつけていくこともできます。コメントもですね、従来のワープロソフトでもできるわけなんですが、このクラウド対応のソフトを使いますと、コメントをつけた瞬間にですね、全員にこのコメントが表示されるような仕組みになっております。このように考えますとですね、もうすでに実践ででもですね、作文とかいろんな意見を書いてどんどんコメントをつけていくみたいなイメージが湧いてくるんじゃないかなというふうに思います。で、それがですね、さらに、実はメールでも、届くことになっておりまして、これメールの画面なんですけども、このようにですね、コメントつけられた前後の文章と、それにつけられたコメントというものが出てまして、メール上で返信をしていくといったこともできるようになっております。このように考えますと、これまでで考えればですね、子どもにメールのアドレスを渡すというのは少し危ないとかいろいろ思うところですが、今のこのクラウドの仕組みで考えればですね、メールやチャットも上手に使いこなしていく、社会と同じように使っていくっていうことが求められていくんじゃないのかなというふうに思っています。具体的な実践になりますと、今みたいな共同編集をですね、このスライドでやっているところになりますが、1スライドにですね、1人の、なんていうんですかね、領地というか陣地を定めまして、そこにこういうふうに、その子どもの作品が仕上がっていって、お互いにコメントをつけ合って、より良くしていくような実践になります。これは中学校の社会なんですけども、世界地図の上にですね、その地理的な特徴をどん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 、付箋で書いていくみたいな実践で、これもですね、みんなでお互いに見ながら地図を埋めていくような、そういった実践を行っております。こういう実践をしていくとですね、いろんなところにいろんなファイルがいっちゃうんじゃないの、それは共有フォルダーで保存するんじゃないのと思うかもしれませんが、こういったですね、クラスルームと言われるものにどん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 保存していったり、ここを起点に学習を進めていくというのが新しい使い方になっていきます。こういった実践の前にですね、先ほど申し上げた通り、先生方が自分たちの業務の中で使っていくというのが、やはり慣れるためにも一番だと思います。こういうふうに、これは体育大会の反省をまとめているところですが、今まで紙でやっていたかもしれませんが、これを電子化していくということですね。で、共同でどんどん編集できますので、あっという間に作業が終わると、担当の人の作業が終わるってことも考えられますし、単元テストの日程の調整とか共有というものもですね、こういうふうに同時に編集ができますので、これまでだとですね、誰かが開いていると読み取り専用で開きますか
とか出てですね、誰が開いてんのとかなったところですが、そういったことがなく共有ができると。こういう楽で便利だというところからどんどん先生が体験されていって、そのことをどんどん子どもに伝えていっていい実践をしていくというのが一つ大きな流れだというふうに思います。うまくやっている学校を見ますと、教員研修等をこういうクラウドでやってみたりですね、職員会議等も一人一台、授業で一人一台効果的に使うには、まずは会にも一人一台コンピューター持ってみるんだとかですね、テレビ会議システムで会議を開いてみる、他の学校との会議を開いてみるとか、チャットで実践を共有してみるとか、こういうような研究授業もですね、ビデオに撮ってやってみると。実はビデオに撮る研究授業なんてありえないというふうに考えてたんですが、実際にやってみるとですね、お互いに語り合いながらビデオが見られる別のメリットもあるなとかいうことが分かってきたり、そうなるとですね、撮り方も工夫しなきゃなってくると。でまたいきなり授業に使うんじゃなくてですね、生徒会活動などでやってみたりですね、チャットなどで子ども同士のコミュニケーションを図るために使ってみたりして、やっとですね、授業の中で共同とか主体的対話的で深い学びといったものにより一層こう使ってみるなんていうことが行われていったりもしています。こういったですね、少しずつ連続的な変化で皆さんで慣れていくというのが今のこう進んでいる実践の現状だなというふうに思います。続きましてですね、ICT 環境整備とクラウド活用により実現される、新しい学びに向けてということでお話をしたいと思います。これはですね、本当は新しいお話をしたいところなんですが、実際にはですね、このビデオにもございますように、子どものスキルというのがものすごく大事になってきます。今のビデオのように、学習に集中している操作に、時間や頭を取られてないっていうのがまずすごく大事です。頭フル回転で PC を道具に使っていくためには何をしたらいいのかということになります。環境整備、今回 ICT 環境整備は整いますが、学習習慣や規律、学習に向かう姿勢づくりであるとか、情報モラルや情報セキュリティ等の学習を基盤としつつですね、 ICT 操作スキル、文字入力とかワープロとか、表計算ソフトとか、クラウドの活用ですね、こういったものをしっかり身につけていくということが大事だと思います。子どもは試行錯誤しながら勝手に覚えてはいきますけども、最初にしっかり教えてあげれば試行錯誤することなくズバリ使えるようになりますので、最初ほんの少しでも指導していくということが大事かなと思います。一方でですね、コンピューターの操作ができればですね、調べたりまとめたり発表したりできるわけではございませんので、そういった情報活用スキルとかですね、関連付けるとか比較するというような考えるための技法というものをも含めてですね、しっかり指導していくと。その際に ICT も当然基盤としてあるというようなことを身につけていくということが大事だと思います。でですね、こういったものが済んだ後にですね、済んだ後というかですね、そういうことを基盤としながらですね、どういうふうに ICT を活用していくのかということになりますが、縦軸にですね、個別の知識、上側にですね、高次な資質能力、表現、思考判断、表現力みたいなものを置いたとします。横軸に勉強の仕方、反復、習得学習、主体的対話的で深い学びみたいなものをイメージとして置いたとします。個別の知識を習得するにはですね、反復や習得学習ということになりますので、こういう AI ドリルみたいなものを使っていくことになるんじゃないかなと思います。で特に今回クラウドで期待されているのは、より高次な思考判断、表現力の育成ですね。こういうのは主体的対話的で深い学びという学習活動が求められますし、すなわちですね、ICT を使っていれば身につくタイプの資質能力ではありません。まとめたり発表したり批判されたり、さらに悔しくなって調べたり、そういったですね、複合的で総合的な学習活動を支援するような ICT 活用をしていくということになっていきます。資質能力の育成と ICT 活用だけ考えていくとですね、大きく分けるとこの2つになるわけなんですが、ただですね、意外や意外 ICT の使い方、授業での ICT 活用で大事なのはですね、
情報共有とか資料配布など資質能力の育成に間接的に寄与するような ICT 活用になります。例えばですね、クラスルームに臨機応変にですねカラーの資料を載せて配布していくなんていうこともかなり効果的なやり方ですし、初めての先生はですね、特に C の実践をするだけでですね、これまでの自分の授業がより一層良くなったとお感じになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういったですね、質の違いを理解して ICT クラウドを活用していくということが大変重要だと思います。さらにですね、今回のギガスクール構想で重要な観点は、すべての子どもが PC を持つことの意味ということを感じることに、が大事だというふうに思います。いつでも使えるということはですね、この写真にありますように、教科書を見せ合いながら話し合う子も出てきますし、お互いの画面を見せ合う子も出てきますし、プレゼンテーションのように伝え合う子も出てきます。こういったことが子どもの中から自然と発生するということが非常に僕はこれは大きなことだなというふうに思っていますし、例えばルービリックを話し合うチャットという、これはある小学校での実践ですが、6年生なんですけども、これを見てみるとシンキングサイクルとか内容なのか方法なのかとか自分の修正点を見つけるとか大人顔負けのことが話し合われているわけです。授業中にですね、さまざま情報が共有されたりしていくことが起こっています。さらにですね、授業以外にでもですね、係活動の相談も、これ久川先生へって書かれてますけれども、係決めの流れが決まりましたと、確認とアドバイスをお願いしますなんていうふうに来ています。ここの学級ではですね、何かを決めるときは決め方から決めなさいというふうに指導してますので、そういうようなオープンエンドな課題を扱うときに、このクラウドでのコミュニケーションというのが非常に重要になっていくわけです。お互い時間を共有するというのが贅沢ですから、こういうふうに時間を少しこうずらしながら活動が共有できるというのは非常に大きな意味があるなというふうに思います。文部科学省の教育の情報化に関する手引きによればですね、一斉学習、個別学習、共同学習をですね、うまく組み合わせてというふうになりますが、クラウドを実際に使っている、上手に使っている授業を見ますとですね、常に情報共有、共同へということが言えると思います。つまりですね、クラウドでですね、活動が共有されていくんだというイメージを持つことが大事だと思います。最初 ICT がないところから ICT 活用していく、それがですね、ICT 活用が溶け込んでデジタルトランスフォーメーションになっていくというプロセスを考えていきますと、一番最初にはですね、どうしても情報のデジタル化ということが大事になります。キーボードで打つとかカメラで撮るとか、こういったこと、続いて起こるのが情報の共有だと思います。ここまでは多くの先生や子どもたちもやったことがあると思います。さらにクラウドで進んでいくとですね、活動が共有されていくようなイメージになっていきます。先ほどみたいな事例になります。ここにおいてはですね、共同というのはですね、一般的に考えればですね、情報の共有さえすれば共同が起こるんだというふうに考えてしまうかもしれませんが、我々も電子メール等で体験しています通り、添付書類でパスワードがかかって圧縮されて、さらにパスワードが次のメールで来るような、そういうような情報共有をされてしまうと、一緒に共同的な活動をしているという印象からほど遠くなってしまうかなと思います。現在使われているクラウドというのはですね、ファイルが非常に透明的で、そこでセキュリティもしっかり保たれているというふうに考えられますので、そういったようなクラウドを上手に使うと、情報共有を超えた、同じような情報共有に見えるかもしれませんが、活動共有というレベルになっていくかなと思います。さらに学習指導で考えていきますと、共同プラス ICT 活用で学習過程、プロセスの質の向上という考え方が非常に大事になっていきます。図はですね、探究的な学習の過程を示したものですが、課題の設定、情報の収集、整理分析、まとめ表現、これがスパイラルで進んでいった時にですね、これらの学習活動の質を上げていくために見方や考え方を働かせる、
さらに ICT やクラウドを上手に使って質を上げていく、さらにですねペアとか共同的な学習、個別的な学習など学習形態を工夫して、まあこういったことを上手に組み合わせながらそれぞれの学習活動の質を上げ、それがこの学習過程プロセスの中で発揮されていくことを通して高次な資質能力を育てていくというような考え方が大事になっていくかなというふうに思います。以上となります。